お願いだよい、お願いだから今から俺の頼みを聞いてくれよい。分かってます分かってます、今から助けます。違うよい、俺の頼みはそんなことじゃない。俺の頼みはその干してあるおパンティーを一枚いただきたいってことだよい。どういうこと？いやだからそのおパンティーを一枚、あ、いや場合によってはあなたの心がもし広いのならばブラとセットにしていただきたいよい。何言ってんですか、わけのわかんないこと言わないでください。今はそれどころじゃないでしょ。てか、あなたもしかして下着泥棒をしようとしてこんなタワマンの17階までやってきたんですか。今はそんなことどうでもいいだろうよい。どうでもよくないわい。もう俺の手は限界なんだよい。早くおパンティーをよこせよい。バカ、今はパンティーの方がどうでもいいでしょう。どうでもよくないよい。俺は何のためにこんなにも危険なことをしてると思ってんだよい。それはあんたのおパンティーをいただくためなんだぞ。おパンティーをいただかないとこのまま落下しても人生の悔いが残るよい。だから落下しないように今から助けてやるって言ってんのよ。冷静になって考えな。パンティーもらうために命を落とすか、パンティーもらうの諦めて助けるか、どっちがいいのよ。今究極の選択なんてやってる場合じゃねえだろよい。遊びじゃねえだぞ。全然究極じゃねえだろ、重大の選択だよ。もう分かった分かった、もうこれでって。このパンティーね、はい、これあげるから早く片手で捕まって。あ、こっちじゃないよい、あの奥の緑のシルクの方がいいよい。え、あ、はいはい、こっちがいいのね。でんなこと言ってる場合じゃないでしょ。てかそもそもなんであんたを助けるために下着をあげなきゃいけないの。じゃあいいのかよい。はぁ、って話すぞ。え、なんで私が脅されてんの。どうするよい、おパンティーを渡して何事もなく終わるか、それとも自分のおパンティーを死守してこのまま俺を見殺しにするか。な、何今度はあんたが究極の選択迫ってきてんのよ。てかそもそもさっきのは究極でもなんでもないんだけど。選択だよい。は、下着泥棒だけに選択だよ。こいつどんなメンタルしてんだよ。あんな状況でよくそれなんて言えな。うまいだろう。はい、パンティ1枚。はい、山田くん持ってきてて座布団みたいに言ってんじゃないよ。うまいこと言ったらパンティもらえるなんてシステムないから。っていうか待って、よく考えたら女の私があんたを引き上げるなんて無理よね。消防署に電話しないと。その必要はないよい。何言ってんの、そうでもしないとあんた助かんないのよ。馬の鼻先に人参をぶら下げるってのをあんた知らないのかよい。は、馬の鼻先に人参と、まさか。そうだ、俺の頭上におパンティーをちらつかせてくれよい。馬鹿にたことできるわけないでしょ。そんなこと言ってる暇はないよい。早く、時間がないんだ。もう俺の握力はもう特に限界を迎えてるよい。じゃあなおさらレスキューを。倒れ。俺がなぜ今限界突破して耐えられているのかわかるかよい。なぜ耐えられているか。そうだよい、なぜ今の今まで俺が15時間もこの体勢で耐えられているのか。あんたそんな前からここぶら下がってたの。なぜ耐えられたのかというと。なぜ耐えられたのかというと、それは俺があんたのパンティーをそれだけ欲しいからだよい。あんたそんなに私のパンティーが欲しいの。さあ早く俺の頭上にパンティーを。わかったわ、恥ずかしいけど。はい、これでいい。いや、このパターンの場合は緑のシルクのやつじゃなくてあっちのベージュのやつの方がいいよい。そっちの方がやる気が出る。もうしちゃえ。